ワットシーチムの仏像、典型的なスコータイフ仏である。スコータイフ仏はタイにおける仏像の様式の一つ。スコータイフ仏は、スコータ王朝時代に開発されたものである。それまでのシュリービジャヤ様式やロップリー様式、ドバーラバティ様式、クメール様式などにおける人物描写と大きく違っており、正論仏の影響を受けたとされる。スコータイフ仏は滑らかで、 女性的な曲線を特徴とし、腰も男性的な雰囲気を失わない程度にくびれている。基本的に大江以外は身につけておらず、全体に質素なデザインを持つ。首から上はやや実際の人物よりもデフォルメ気味であり、台を基本型とする。大きな特徴は炎のような形をした尖ったその曲げである。 これらはすべてブッダが人間性を超越していることを宗教的に表したものと言われている。スコータイ仏は、その質素さと人間性を超越した形から、スコータイ王朝亡き後もアユタヤ王朝、チャクリー王朝においても、王と同一され、多く作られ、現在でもなお最も多く制作されている仏像であり、タイでは仏像というと、 一般的にこのスコータイフツが想像されるほどである。現代のタイの仏教絵画などでも好んで描かれることも多い。一方で、ブッダの超人間性を重視する、あまり例外を許さず、物資の個性が表現できないという弊害もあった。なお、スコータイフツの顔のデザインは、タイ人であるソムポートセンデュアンチャイによって、ウルトラマンのデザインスタッフに紹介され、 顔の形式に採用されたとも言われる。しかしこれはソムポートの会社チャイオープロダクションとつぶらやプロダクションが不仲になってから言われ出したことであるため疑問の声もある。ありがとうございます。